大丈夫ですよ。恐ろしいアトラクションないですからね。めちゃくちゃめちゃくちゃ楽しんでいきましょうね。その無言でされてもですね。さあ皆さんシートベルトの方はつけていただきましたでしょうか。探してくれた皆さんありがとうございました。ありません。時速2キロのベネチアのゴンドラは進んでいきます。どこを進んでいくかって皆さん後ろの橋をご覧ください。あちらの橋を、越えましたらもうここは水の都ベネチアでございます。皆さんようこそベネチアへ。結構冷静な方が多いようでいらっしゃいますね。改めまして皆さんこんにちは。はい、元気いっぱいでございますね。これはどんどん元気を出していきましょう。イタリアではですね、午後3時を過ぎますと、もう今までこんにちはだった挨拶がこんばんはという挨拶に変わるんですね。こんばんはの挨拶のことをイタリア語でボナセーラと言います。では皆さんまず一緒にイタリア人になっていただくべくですね、お勉強してみたいと思います。皆さんボナセーラ。ボナセーラ。はい、もう一回皆さんボナセーラ。ボナセーラ。しっかりイタリア人でございますね。しかし大変申し訳ないことなんですが、今回際このボナセーラという挨拶は使っていかない方向でやっています。じゃあ仮に何を使うか、代わりにですね、ここイタリアで、繰り返します、ここイタリアで陽気で気軽に使われている挨拶としまして、チャオという挨拶があるんですね。すれ違うイタリアの方々、チャオぜひですね、皆さんもご一緒に、元気よくかつ笑顔で皆さん行ってみたいと思います。くれぐれ私を独りぼっちしないようにお願いいたします、ね。ベネチアンゴンドラは進んでいきます。先ほど申し上げた通り約時速2キロのスピードでですね、進んでまいりますが、ここの運河、宮殿に続く運河パラッツォカナルと呼ばれております。ご覧いただいている通りですね、目の前にある、まあ、このように大きくて美しい橋がですね、何本もかかっているんですね。その中の一つになんとお願い事が叶うと言われている橋があります。お願い事が叶うんですね。まあ、どの橋なのかというとですね、今通り過ぎようとしているこちらの橋なんですけどね。ありがとうございますね。なんでもっと早く教えなかったんですけどね、目がちょっと視線が痛いという形でございますよね。安心してください。また帰り取ってもありますので、それまでにですね、まあ、何か一つ、まあ、イタリアらしいロマンチックなお願い事をですね、ぜひとも考えておいていただければと思います ね。 でですね、こちらを急に曲がってまいりました。ベネチアのゴンドラはですね、実は下にレールモーター一切ついておりません。本当に浮かんでいるゴンドラもですね、前と後ろにございますこの2本のオールを持ってですね、ドンブラコドンブラコと漕いでいくわけではございますが、先ほどから、まあ、ご覧いただいている通りですね、私ほとんど漕いでないんですね。じゃあなんでこれ動いてるのって、まあ、簡単なことでございますね。後ろのお兄さんが頑張って漕いでいくので、お兄さん自己紹介お願いいたします。はい、皆さんチャオチャオ。はい、もっと元気出していきましょうね。今日後ろで頑張って漕いでます。私こう見てもイタリア人なんですけど、お母さんの方のおじいちゃんがロシア人のロシア系イタリア人ピローシキと申します。はい、よろしくお願いします。はい、盛り上げて盛り上げて、はい、もっともっとね、もっとできるよみんなね。はい、すごいなピローシキさんでございますね。たまには後ろ振り返って頑張ってなんてね、声かけていただければ。そして今回ご案内いたします、私同じくイタリアでございます。まあ、イタリアというかですね、まあ、気持ちイタリア人でございますね。名前はですね、ハミルトン、まあ、難しいなと思った方ハミーでございます。皆さんどうぞ気軽にハミーちゃんって呼んでください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私の相棒ピロシキさん頑張ってこいでくれたおかげでですね、こんな大変広い場所にやってまいりました。ここはですね、パラダイスの港ポルトパラディーサといいまして、東京ディズニーシーを代表する、まあ、大変有名な、そして大変珍しい、そして大きな港でございます。東京ディズニーシー7つある港のうち1万億個のと、そして楽園のような港だということで、ポルトパラディーサという名前が付けられております。皆さんぜひですね、こちらの美しい風景ポルトパラディーサをバックにですね、お写真など撮っていただければと思います。ゴンドラは全長約10メートル、横幅約2メートルぐらい、重さにして皆様方
2.5 トンから3トンくらいと言われており、この重さはというとですね、東京ディズニーシー入られた時に一番最初に見えますあの大きな地球儀アクアスフィール、あれと同じくらいの重さを持っていると言われており、まあ、水に浮かんでいるものでございますね。そこまで重さは感じますが、この前と後ろにございますこの2本のボールと呼ばれるもので、ボールなんですけどね、実はこんな短いそうに見えて結構長かったりするんですね。こんぐらいの長さになる、まあ全長にして約5メートルぐらいになると言われますね。この前と後ろにございますが、また面白いことが分かったりするんですね。てん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 、カツンカツンカツン、深さにして約1点、まあこの水深なんですよ、よく釣られるんですけど、どのぐらいの深さがあるんですか、まあ、水深約 1.5 メートルぐらいだと言われておりますね。深いところになりますと水深約20メートルになると言われて、まあ、そんなこんなでですね、またこちら元の運河に戻ってまいりました。揺れについてがバランスをかなりと申し上げましたが、実は正式な運河の名前がございます。この名前はですね、カナルデルアモーレという名前が付けられているんですね。日本語に直しますと愛の運河という名前が付けられております。またね、ベネチアンゴンドラにふさわしいですね、ロマンチックなお名前でございますね。壁に囲まれていてお互いの姿しか見えない、まあ、大変ロマンチックな日本語カナルデルアモーレ愛の運河と付けられております。目の前の橋をご覧ください。あちらがですね、お願い事が叶うと言われている橋でございます。またこのデビューされておりますあのおじいさんがですね、この橋、そしてこの運河の守り神様であると言われております。大変歌がお好きだったようで、感情をよくしてお願い事を叶えてくれたというお話だ。私、足の中入りましたら、1、2、3と数を数えていきますので、皆さんはどうぞ目をつぶってお願い事をしてみてください。まあ、あの感想で聞こえてまいりますが、あまり気になさないで、ね、まあ、歌が聞こえている最中は目をつぶってお願いしてみてください。いただきますよ。皆さんどうぞ目をつぶってお願いください。元気なイタリア風の橋の上からでございます。ちなみに橋の橋はですね、歓迎の橋と言われております。モンテリ・ベンベヌーティと名前が付けられております。この橋の来ました運河に、大変困ります。皆さん目の前をご覧ください。ゴンドラやってまいりました。チャオのお時間でございます。皆さん元気よく行きましょうね。私一人ぼっちしないように。チャオ。皆さん、さすがチャオの先輩でございますね。素晴らしい調子でございます。ベネチアンゴンドラはやってまいりました。ベネチアンゴンドラ、まあ、繰り返しますが、約時速2キロくらい。まあ、ゆっくりした速度でですね、まあ、ゆっくりゆっくりとベネチアンゴンドラ。皆さん目の前のあちらの建物をご覧ください。イサラデルゴンドリエルと呼ばれてまして、ゴンドラの船着き場が見えています。優雅でロマンチックだった船旅をですね、陰ながら支えてくれたのは何を隠そう後ろの私の相棒でございます。ではお兄さん、もう一度最後にお名前をお願いいたします。はい、どうも小峰弘之でした。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。これはですね、ベネチアンゴンドラの船着き場入ってまいります。では肘などはですね、船にしまって、バベネ・パルデンザから始まりましたこのイタリアの船旅、まあ、終わりもですね、せっかくですからイタリア語で終わりにしました。イタリア語でですね、お別れの挨拶のことをアリベデルチと言います。まあ、意味としてはさよならまた会いましょうというですね、大変素敵な言葉でございます。長いな、難しいなと思った方はですね、チャウの場合までは何でも構いませんので、くれぐれも私たちに行かないようにお願いします。困っている方いらっしゃいますからね、くれぐれも楽しかったって一言つぶやきながらお願いします。